ちゃくちゃ静かになりました。あの木魚叩いてる音がだいぶ聞こえないといけない。さあ始まりました、経験マイルです。今日はですね、どうした、誰かいた？トイクセック。今日はですね、このバンビノちゃんのですね、FF ヒーター、私外付けでつけてるんですけど、これですね、まあ、やっぱ木魚連打がどうしても気になると。これ一回やろうと思って分解したんですけど、どうしようもねえなと思って戻したんですよね。ちょっともう一回今日は分解して静音化に挑戦したいと思います。さあ、ただいま今試運転中でございます。じゃあですね、木魚の音を聞いていただきたいと思います。通常これです。さあ、木魚を叩き始めました。これがあの近所の人曰く、私あの生存確認という、なんですかね、あの心電図の音みたいなもんですかね。心電図は音ないな。ピッピッみたいな。だいぶドキドキしてるけど、さあテンション上がってきました。まだまだ上がりますよ。こんなもんじゃないですよ。はい、上がってきました。さあ僕のテンションが上がってきました。はい、これマックスボルテージですね。一番テンション高く叩いております。さあ、これが落ち着いた状態なんですけど、つけてる間ずっとこの音がカチ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 、もう我が外付け FF ヒーター君は言ってますので、これを今日ですね、なんとか抑えてみたいなと思います。というわけで分解します。じゃあ分解していきたいと思います。ここに、これは燃料ですね。で、これです。ここにですね、ゴムとかがついて、こう消音対策をちょっと私もちょっとこうしてみたんですけど、変わらないという。これも除去します。こういう状態なんですね、本来買った時は。これがカチ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 こう中でこう燃料を吸い出してこう送り出しててこっちの釜に送るという構造なので、とにかくこれが当たるんです、いろんなとこに。でカチカチ言うと、結局ですね、いかにこれがフレームに当たらないようにするか、チューブラリの状態にするかというのがあのミソみたいですね。でもう これはせっかくついてるのこのままにして、ここの周りにですね、これの周りにこのようなものをちょっと買いまして、これをさらにくるんでですね、静かにならないかなと思っております。でこれをこう入れるんではなくですね、こう切りまして、
るべくですね、いろいろ当たる場所、まあ、要はこの狭い空間の中でいかにこう接地面なくチューブラリン状態をするかというのが大事なの で、あとはこの外壁に当たるここだけこうしときますか。音を集音防音するというよりは、非常に見た目はつらいことに。いやでもこれでもし音がね、ね、あれになったらすごいことですよ。このタイプじゃなくてもカチ FF ヒーターでカチ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 音に悩んでる人は、あれをよくくるんで音が出ないようにするみたいな施工をしてる人いるんですけど、じゃなくて、なんすかね、ぶら下げるに近いイメージにできればできるほど静かになります。そこだけは分かってます。ただ私サイコカスタムの FF ヒーターなんで、それ以前という。じゃあこれ戻していきますね。はい、戻りました。じゃあスイッチオン。さあ木魚を叩き始めました。そうですね、どうですかね。改善してなかったみたいなので外しました。ちょっともともとどれぐらい音がするのかもう一回ちょっと検証してみようと思います。今カバーを取ってみました。続いてこういうウレタンのやつちょっと買ってきたんで、これでくるんでどれぐらい収音できるのか。これの振動がすごいんですよね。さあ今度はですね、この部分を
ゴムで釣ってみました。ここ微妙なんですけど隙間が空いてます。振動が一番伝わんなくなる状態になってると思います。これで試しスイッチオン。低反発でくるんでみました。じゃあいきます、スイッチオン。さあちょっといろいろ3つほど、最初も含めたら4つかなパターンをちょっと検証してみたんですけど、ちょっと静音化には限界があるみたいです。私最後ですね、変わんねえなみたいな感じで終わってたんですけど、これ今日夜ですね、いつも通りこの高景キャンの中なんですけど、今 FF ヒーターひっつけてる状態です。で、音なんですけどちょっと黙りますね。これね、分かりにくいかもしれないですけど、実はめちゃくちゃ静かになりました。木魚を叩いてる音がだいぶ聞こえないという、まあもちろんこうすれば聞こえるんですけど、それよりはFF ヒーターの排気音のゴーって音ですねの方が、ごめんなさいすいませんの方が目立つぐらいです。 FF ヒーターサイコカスタム静かになりました。